エドワード、私たち愛し合うことはできなくてもきっとお友達になれるわ。友達ねえ、よかったら一緒にチェスをやらない？本当は刺繍苦手なの。受けてたと。俺はチェスは得意だ。部下を何度も任したことがある。私だってお父様に勝ったことがあるわ。お前が俺に勝ったら一つ何でも言うことを聞いてやってもいいぞ。本当に？ああ、だから手加減なしだ。受けて立つわ。絶対に負けないんだから。結構やるじゃない。私の次の手は。あん、せっかくだから何か話しながらやらないか。お題を決めて。そうね。ならリチャード様の話をしましょう。あなただけが知ってる私の知らないリチャード様のことを聞いてみたいわ。それはいいな。ではまずは俺からリチャードへの愛をとくと語ってみせよう。ぜひ聞かせて。俺がリチャードと最初に会ったのはランカスターの軍がヨークの城に攻め入った時だ。待っていたぞリチャード。随分と鎖が似合うじゃないか。犬どもにいじめ殺されるクマそっくりだ。それならさしずめ犬はお前か。生きがって噛みついたはいいが、前足一つでたちまち尻尾を丸めわめき散らす。調子に乗るなよ汚れた悪魔め。最初に出会った時はリチャードは男だと思っていた。何度も言わせないで。リチャード様は男よ。俺もそう思っていたけど違ったんだ。あいつの身ぐるみを剥がそうとして反撃されそうになった瞬間、リチャードの体に俺は触れたんだ。やめろあいつ、女だったのか。